皆さんこんにちは、村上弘明です。震災から12年、多くの皆さんの支援と励ましを力に、岩手は復興の歩みを進めてきました。今からご覧いただくのは、復興が進む三陸を舞台に、三陸に生きる人々が見せる復興ミニドラマです。どうぞご覧ください。岩手に来いという地元に住む知人からの知らせに、3年ぶりに帰省した。やっぱり海はいいな。おお、すごいな。それこそ。ああ、どうも。あ、お久しぶりです。お久しぶり。お元気そうで。いやいや、お互いに。遠いのごよく来てくれましたね。どうしたんですか？これ、誠さんから届いたんですよ。58年続いた船が新しく生まれ変わったから見てほしいって。素晴らしいですね。左手前方をご覧くださいませ。縦に細長い棒状の岩が見えておりますが、天然記念物に指定されておりますろうそく岩です。高さがおよそ40メートル、幅7メートルございます。この辺りは岩の形が独特ですよね。なんだか子供の頃を思い出しますね。何年経ってもこの景色は変わらないでしょ？そうですね。でもさ、前は津波の時には船を守らなければいけなくて、置き出しをして守ったんだよ。沖に出たんですか、船で？42時間。あの時はね、必死だった。でも本当にいろいろあって一回船をやめたけれども、この海には遊覧船が必要だって言うからまた始めたの。あ、それで新しい船ができたんですね。そうなの、本当にありがたいね。ありがたいですね。そうですね、お客様がいたので続けられたし、皆さんのおかげでこうやって今でも走ってるんです。この海は俺たちにとっても皆さんにとっても宝物で、本当にありがたいの一言だよ。伝統と文化を守り、大変だったからこそ今も頑張れると働く人たちがいる。宮古市民の台所、魚菜市場。新鮮な海の幸を求める人々が集うこの場所からは、活気と人の温かみを感じる。かまぼこ、伊達巻き、あ、ここも荒巻きじゃけな。宮古を知り、宮古を味わう。甘い。人と町をつなぐ鉄道もこの土地の魅力の一つ。こんにちは、お願いします。ありがとうございます。旅には出会いや再会があり、そこには小さな絵にしが生まれる。どちらまで？はい、大津島で。
天気が良くて良かったですね。そうですね。おばあちゃん、何ですかそれ。孫が大辻の高校に通ってまして、ひょうひょうされたんですよ。お孫さんが。はい。すごいですね。何で表彰されたんですか。復興研究会っていう部活動をしてましてね、ええ、震災後10年以上も大辻の町の定点観測していたんだけど、それが表彰されたんですよ。なるほど、ありがたいことだす。いや、お孫さんたちの世代が地元のことを知りたいって活動してるんですね。励みになりますね、おばあちゃん。はい、オラたちの宝だ。本当ですね。長生きしたご褒美ですよ。ありがとうございました。他ではありがたい魅力にあふれた土地、ありがたい感謝の気持ちと人のぬくもりがここにはある。岩手、三陸からありがとう。